僕自分のオンラインサロンのメンバーがゴミ拾いをよくやってるんで、はい、一緒にやりましょうってやったことあるんですよ、はい、で自分の事務所が原宿にあるんで、はい、原宿の周りゴミ拾いしてたら、まあ、吸殻めちゃめちゃ落ちてて、で俺そこをもうこれ見よがしに拾いに行くんだけど、そしたらなんか申し訳なさそうに缶にこう今度入れ始めて、いやいやそれ燃えるゴミと燃えないゴミ一緒にしちゃってくから後でめちゃめちゃ大変なやつだからねって言うと、えじゃあどうしたらいいんですか、いやいや俺教える立場の人じゃないし、自分って考えないよ、ゴミなんだから、自分が出したゴミなんだから、吸い殻はその吸い殻の専用のところに入れるんじゃない、俺だったらそうするけどみたいな。確かに俺から教わるなんてよっぽどだから。そうですね